はい、今回の動画ですけど、株主優待のね、動画を撮っていきたいと思います。今回皆さんにご紹介する銘柄は、ユニプレスさん5949。では早速ね、簡単ですけど、中身に入っていきたいと思います。本日8月29日、取引終了1株1240円。1株1240円。で、配当今年の3月20円。で、来年予定ですけど、30円、10円アップ。で、過去はどんなもん？そうです。21年、22年はともに10円。そこから今年は10円アップの20円。で、来年は10円アップの30円。で、このま、30円でね、利回りを計算してみようと。今日の1240円でした。2.4%。まあ、この30円って見ちゃうと、なかなかね、って思っちゃうんですけど、まあ、単純に最低がまあ、だいたい優待もらおうとすると100株なんで、まあ、3000円と、何に ?3000 円、まあ、100株って12万5000ぐらい使って、3000円しか入んないのって思いますけど、その12万5000円を銀行に1年間預けてみてください。どれだけの利息がつくかと。まあ、今からね、皆さん、電卓で、スマホでもなんで、電卓で弾けば答えが出ると思うんで、そうすれば、どっちがいいかと。もうすぐ。小学生でも分かる答えが出てくると思いますんでね、この動画を見終わった後、もう電卓弾いてもらえばいいかと思いますんで、よろしくお願いします。さて、優待の方なんですけど、年1回、3月、そのね、3月の分が今回届いたということで、で、300、この他に300株、500株で、この、優待のポイントなんですよね、カタログの。で、300、500でスタートした人は、2000ポイント、そして3000ポイントが、初年度にもらえると。これは1年以上、2年以上、3年以上。で、103500という感じで、最初に100株の方は残念ながら1年未満なんでポイントが付与されないんですよ。なので、もしユニプレスさんから優待をもらおうかなと思いましたら、300か500でスタートした方が、まあ、いいのかなと思います。で、まあ、それはそれで、まあ、置いといて、今度ね、1年以上、2年以上、継続の方にとって、っていうことで、100株、300、500株。で、1年以上は1000、2000、3000ポイント。2年以上、2、3、4000ポイント以上。4000ポイント以上だって4000ポイント。で、3年以上、3、4、5000ポイント。ということで、私は2年以上、3年未満の500株なんで、この4000ポイントに当たりまして、前回もね、私、ちょっと見切れちゃってますね。はい。前回も私、ユニプレスさんはね、この黄色いクオカードをね、もらってるんですけど、今回4000ポイントなんで4枚もらいました。1枚。あ、見えないな。あ、見えた見えた。1枚。2枚。3枚。4枚。ということで、4000ポイント分をもらいました。まあ、来年は、ここですね。3年以上、500株5000ポイントなんで、まあ、5000円分ということになります。まあ、クオカードの他にもね、いろいろ、カタログの中に商品がね、いっぱいありますんで、私はね、こういうカードよりも、まあ、デザートっていうか、あとはね、食べ物、いろいろ飲み物、いろいろありますんで、まあ非常にね、バラエティに富んだカタログなので、まあ、これはあくまでも一つのね、例なので、いざね、見てみますと、結構ワクワクするもんなんで、いいのかなと思います。こういう優待も。はい。ということで、ユニプレスさん。で、1年前も多分ね、自分出してると思うんですけど、その時よりもね、当然、この株価がね、上がっていますんで、ここでポイントなんですけど、やはり、投資をするんであれば、いや、新NISAは来年からだから来年でもいいや、とかね、まだ今ね、投資する資金はないから、まだ後でいいかなって、まあ、実際思っちゃうんですけど、いざね、まとまったお金が入った時に、さあ、投資をするぞ、株を買うぞと、持った時に、口座がないとね、始まらないんで、まあ、口座だけは、ただで開設できるはずなんで、
まあ自分はね、もう開設してすぐやったんで、じゃあ何年未満だとどれくらい手数料取られるのとかって、ちょっとそこら辺はちょっと自分も、よくわからないんで、まあ、いざね、口座開設しようと思っている、まあネットの口座でも、対人の証券会社でも、まあ一度聞いてね、確認して、もしね、開設だけだったら、ずっと持ってても、無料ですよってんであればね、とりあえず開設するだけしておいて、あとはね、資金ができ次第、そしていい銘柄、いい株、企業のね、まあ、見っかり次第、まあ、投資をしてもいいのかなと思いますんでね、とにかく欲しい、買いたいと思った時に、買えない悔しさっていうのは自分もね、いくつか何銘柄かあるので、本当に、あそこはね、ちょっと悔いが残るので、これだけはね、素人の私でもちょっと強く言えるのかなと思いますんで、まあ、まずはね、口座を開設して、機を熟すというか、タイミングを見計らってね、始めてもいいのかなと思いますんでね、まあ、ぜひとも参考になればということになりますんで、お願いします。では、今回もね、この言うてん動画なんですけど、最後、毎回、これだけはね、言わせてもらってるんですけど、ここで紹介するユニプレスさん、決してね、買えとかね、っていうんではなく、あくまでも自分が保有している銘柄の優待が届きましたよという、あくまでもね、紹介の動画なので、決して強制的にこのユニプレスは間違いないとかっていうんではないので、あくまでもね、投資する際は、自己判断からの自己責任ということになりますので、非常にここだけね、肝に銘じて投資を始めてもらってもいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。今年で、4年目に入ったのかな、確か2019、2020、2023、そうですね、4年目に入っていますが、これだけ言います。初めてよかったと。ちょっとね、自分、始めるタイミングが、ちょっとずれていたというか、ちょっと、高いところから急に下がっちゃったところだったんで、なかなかこの回収するのに時間かかっちゃったんですけど、まあ、本当に初めてよかったかなと思いますんでね、まあ、ぜひとも、銀行に使わない眠っている資金、資産があるんであれば、まあ、ちょっと一度ね、この投資というところに目を向けて考えてもいいのかなと思います。始めたら絶対にあの時やっとけばよかったって絶対後悔するこの投資だと思いますんでね、怖い、確かに自分も未だに怖いですけど、しっかり勉強して、欲を出さずに地道に行けば、ドラマのような株でね、こう借金をしたとかっていうのはね、まずないと思いますんで、まあ、ぜひそこら辺を考えながらね、投資の、ちょっとね、一歩踏み込んでもいいかなと思いますんでね、まあ、本当に動画が、初心者の方、またね、投資を始めようかなという方に届いて、参考になればね、いいかなと思ってね、毎回撮ってるんですけど、なかなかね、自分もうまく、他のね、プロのね、YouTuber の方たちのように喋れないんですけど、自分はね、もう本当に初めてよかったと。未だに思っていますんで、まあ、ぜひとも皆さんとね、いろいろ情報を交換できるようにね、いろんな方がね、投資の世界に入ってもらえると、自分にも当然そういう面ではね、メリットがあると思いますんでね、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、最後ダラダラになっちゃったんですけど、以上で、今回ね、株主優待、このユニプレさんの動画をね、終わりにしたいと思います。今回も最後までね、ご視聴誠にありがとうございます。ではでは。